レイクタンドンは、インドの映画監督、俳優。映画監督として、ボリウッドで活動し、2000年代には、スワデッシュ、ランデバサンティチェンナイエクスプレスアイと勇気のヒーロー参上、チャーヒューチャーチャーホーカルに俳優として出演した。ウルドゥーご演劇作家のヨングラージタンドンは兄弟に、あたる。レイクの父ファキールチャンドタンドンは、プリトビラージカプールの友人で、 共にライオールプルのカールサ高校で学んだ。レイクの兄弟、ヨーグラージがプリトビラージカプールの助監督、秘書を務めており、その縁でプリトビラージからボリウッドに誘われる。1950年代から助監督としてボリウッドで活動を始め、1962年にプロフェッサーで監督デビューした。1966年にはビジャイアンティマラ、スニールダットを起用して、 との花嫁アムラパーディーを制作し、アカデミー賞外国語映画賞に出品された。1968年に、ラジェンド・ラクマールを主演に迎えた、ジュークガヤ・オスマンは、工業的には失敗したが、インド映画の古典的作品として位置づけられている。これ以降は、プリンス、イーク・バー・カホ、アガー・タム・エヌ・エホテなどのヒット作を数多く制作し、1977年に、 監督した、デュルハン・ワヒ、ジョー・ピア・マン・ブエイズでは、フィルムフェア賞最優秀脚本賞を受賞している。映画の他にテレビシリーズの監督も務め、デゥール・ダルシャンの、ピア・ワヒタ・タラッシュ、ファルマンなどを監督した。また、レイクは、ディル・ダリアを通して、シャールク・クカーンの才能を発掘したと言われている。ありがとうございます。